アトラス。ペルソナ3ダンシングムーンナイト。はい、どうもインです。というわけでついに来ましたね、ペルソナ3の新作っすよ。誰もが待ち焦がれていた、あ、ペルソナ3ダンシングムーンナイト、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ぬるぬる動く。来たろ、お帰りだよ、マジで。わかんねえ。目覚ましたらいきなりこれよ。とりあえず、もう一回寝るか。ぶれねえな。はあ、あんたはずっと寝てれば。みんなもいるよ。なんか不思議な場所だけど。この感じ懐かしいな。おかしいですよね。自分の部屋で寝てたはずなのに。私もです。目が覚めたら皆さんと一緒にここにいました。細かい仕草とかも本当よくできてますよね。ほぼ全員だな。まさか敵中か。山岸、何か分かったか。ミツル様かっこいい。シャドウの気配はありません。危険はなさそうだけど。え、ちょっ、なんだ。Ladies and gentlemen! 来たー。かわいい。お待ちしておりました皆様。ようこそベルベットルーム。もとい、こちらはあまたの熱き魂たちがクンズホグレツ一夜限りのパッションを貪る奇跡のパラダイス。エリザベスがいっぱい動いてくれる。ようこそクラブベルベットへ。脇超いいですよね。びっくりした。っていうか何、誰。小粋な登場の演出でございます。深い意味はございません。おお、小粋って自分に使う。エリザベスなんかは結構最近はっ、まあ、本編でもあれだったけど、なんか P4U あたりから相当はっちゃけた気がするんですよね。てかすげえ美女、お前の知り合い。知ってはいる、世話になってる。知ってはいる、うん。チキショー、お前いつの間に。ああ、でもってことは敵じゃねえってこと。笑顔かわいい。で、そのお姉さんが俺らにどんなご用件すか。願ったり叶ったり。それでは問答無用で説明に入らせていただきます。お願いします。なんか強引な人だな。大丈夫なんですか。
可愛すぎる。私の姉やら妹やら諸々の事情によってただいまよりこの場にて宴を催す運びとなりました。つきましては皆様にふるってご参加いただきたくお呼び立てした次第でございます。今回は全部 3D でやってくれるのいいっすよね。宴ってパーティー？お、なんか楽しそうじゃん。そういうの大歓迎よ。オープニングの順平超かっこいいっすよね。待て、イオリ、ただのパーティーではなさそうだな。それで我々にどうしろと？よくぞ聞いてくださいました。お、眉毛が。皆様には私のゲストとしてダンスを披露していただきたく存じます。ダンス？唐突や。なーに、難しく考える必要はございません。いわば己のパッションを心のままに解放しステージを沸かせるだけの簡単なお仕事。いや、仕事とか言われても悪いが、俺たちにそんな暇はない。これな、時系列的にはどの辺なんだろうな。言われてないよな、多分。ご心配には及びません。現実の皆様は今絶賛爆睡中でございます。ここで起こることはすべて一夜限りで儚く消える、いわば歌方の夢。あれで歌方って読むんだ。どれだけお過ごしになっても現実にはどこかの毛ほどの影響もございません。どこか、どこかの、夢の中だからどれだけいても時間は経たないってことですか？パーフェクティブ採用でございます。なんかもうこのエリザベスだけで8000円以上の価値あるよな。また現実で目覚めればたちまちここでの記憶はどこへやら。皆様は綺麗さっぱり、頭しゃっきり、普段と変わらぬ爽やかな朝を迎えられることでしょう。うん、存分にお楽しみくださいませ。今回はこういう感じらしいですね。うん、3サイドはお楽しみくださいって、想像以上にマイペースだなこの人。ブレねえな。なぜ我々が踊らねばならない、訳を聞かせてくれ。訳でございますか？はて、それは、皆様は普段大変険しい道のりを行く旅の途中、さぞや張り詰めた日々をお送りかと存じます。僭越ながら私、せめてもの息抜きと来るべき日への勢いをつけていただければと、このような場をご用意させていただきました。ふむ、この来るべき日への勢いをっていうことで、諸説あるんですけれども、あれですよね、最終戦の前ぐらいなのかなと言われてましたね。こんな感じでいかがでしょう。絶対今考えましたよね。皆様にお引き受けいただけなくては他に頼めるあてもなく、不祥極まぬ妹に一泡吹かすことは永遠にかなわずに。妹ね。私の威厳はそれはもうずるずると地を這いずること間違いなし。妹？お気になさらないでください。それは私的な事情でございました。あの子ね。とにかく私、この方の旅路を陰ながら必死にお支えしてきたつもりでしたが、にもかかわらずこんなお願いも引き受けいただけませんとは。ですが、それもすべては私の不徳のいたすところ。悲しみはこの部屋の青色よりもさらに深く。嘘泣き下手やな。よよよよよにしてほしかった。 おい、泣いちゃったじゃんよ。どう見ても嘘泣きでありますが。情に訴えるつもりか。絶望的なまでに稚拙だが、
どうすんの？実際君ってこの人のお世話になってるんだよね。なってなくもない。鬼太郎ならこっちじゃない。恩人か。なら放っておくわけにもいかないな。どうするんだ。俺は構わんぞ。お、やる気満々。僕も構いません。別に嫌ってわけでもないし。まんざらでもない。え、何よ、意外とみんな乗り気なわけ。皆さんご承諾いただけましたね。客人に二言はあらず、これにて契約は成立でございます。それでは皆様には心赴くままパッションなる舞踏を披露していただきたくお願いいたします。やっぱりね、急にテンション上がりすぎでしょ。私OK って言ってない。そもそも我々にはダンスの技術などないぞ。そこはどうするんだ。ミチルさんはなんか踊れそうだけどな。あの、なんだろう、ノープロブレム、抜かりはございません。このクラブベルベットは皆様の夢の中にのみ存在する不思議空間。皆様のパッションをダンスへと昇華させ、イメージ通りに体を動かせるようにすることなど、お茶の子さいさいでございます。やれやれ、完全に彼女のペースだな。我々は術中にはまったというわけか。俺っちは構わねえっすよ。なんか面白そうだし、要は踊って盛り上げりゃいいんすよね。あ、こいつは失礼。私としたことが申し遅れておりました。あー、そっか、会ってない。まあいろいろありますけどね。まあ後日談をやってる人はちょっとやめとこう、今回皆様をご案内、あ、いえ、プロデュースさせていただくのはこの私、その名をエリザベス、通称エリピーとお呼びください。エリピー来たー。もう何でもいいですよ。それで僕らはどうすればいいんです。具体的にお願いします。エリピーさん。ではチャンアマ様のおっしゃる通り、時間も押してまいりました。チャンアマ、業界人っぽいな。ここからは巻きで説明させていただきます。チャンミチル。いや、言ってないし、業界用語無理やりすぎ。今のかわいい。細かいことは華麗にスルーいたしまして、このクラブベルベットについてご説明いたします。よく動くな本当に。まずは皆様のいらっしゃるこの部屋、こちらは皆様専用のVIPルームとなります。舞踏の練習やご歓談など自由にご利用ください。え、ここで踊るんじゃないんだ。実際に踊っていただくダンス用のフロアはこのVIPルームを出た先にございます。こちらはダンサーの皆様の心に残る光景を適度に再現しステージといたしました。適度ですか。この人が言うと怖いな。それと皆様にはお一人一部屋ずつ、こことは別に控え室をご用意しております。おお、マジ？何その超豪華対応。控え室として最高のリラクゼーション効果を発揮すべく、皆様が日常をお過ごしの自室を模したお部屋をご用意させていただきました。ということはあれか、寮の部屋みたいな感じなのかな。後ほど鍵をお渡しいたしますので、出番までのっぺりと、いえ、しっぽりと、いや、おしぼり、とにかくそんな感じでお過ごしくださいませ。自室というと寮の部屋か。ありがたい。トレーニングは欠かさずに済みそうだな。夢の中でも欠かさない真田さん、かっけえ。先輩適応力高すぎ。てか夢の中でトレーニングしてどうすんのよ。それでは改めまして、ダンサーチームのリーダーとして宴開始の号令をお願いいたします。お、こっちだべ。え、何？ここでもお前リーダーなの？い
いんじゃないか。君が適任だろう。一つ頼もうか。まあこれはもう実質一択ですよね。イエーイ、イッツパーティータイム、ミュージックスタート。ふぅー、阿波踊りだ。自分で言っちゃってるし。やってみるしかねえんじゃん。ちなみに俺っちはいつでも行けるぜ。純ちゃんやれそうだわ。はあ、よくわかんないけど準備はしとくね。リーダー、指示は任せたから。いや、この感じいいな、懐かしいな。あ、P3B やったの去年ぐらいだけど、実質新作だって、ペルソナ3で新作出るのは10年後と、10年後じゃない、10年ぶりぐらいですよね、多分。よし、というわけでじゃあチュートリアルやらせていただきましょう。まあ、前作 P4D はプレイ済みなんですけれども、大体一緒だと思うんだけどね、やりましょう、せっかくなんで。重なる瞬間、OK、やりましょう。ああ。なぜかペルソナ4の曲が、押し方に飛んでくる方向に対応したボタンを押しましょう。変わらずですね。左右で3ボタンずつ。優しいな。こっから教えてくれんだな。それは 4D の一番最初の曲これだった気がする。評価とコンボ。押すタイミングで評価。このゲーム俺よくグレートになっちゃうんだよな。早いのかな。コンボになってればまあ別にいいけど。懐かしいなこの感じも。 4D ってもう3年前ぐらい、5出る前だもんな。3年前とかか。懐かしいな。あーね、これね、俺スクラッチ絡んでくるとミスりやすくなるんだよな、特にあの難易度高くなってくると。スクラッチ最初はまあまあ、やんなくても。ちなみに僕スクラッチは右派です。組み合わせて OK、 応用変化。懐かしいな。いいな。ユニゾンノート。ダブルか。登場し。このエヴァンゲリオンの使徒みたいなやつをやればいいんだな。これ基本的に、でも方向同じじゃないんだな。上と下でつながる場合もあるもんな。懐かしい。ホールド、緑のやつか。これ左右で出たとき、たまに長さ違うときよくミスるんだよな俺。片っぽ短いのに同じタイミングで押して、片っぽ長いのに短いタイミングで押したりして。
やっぱグッド多いな。まあいいけど。ああ、これですね。これ、新要素。ダブルノート。うん。2回連続して押します。うん。パーフェクトが出やすくなっています。うん。なるほど。タッタってやる感じですね。これ普通の2連、早い2連と一緒なのかな？うん。特になんか意識しなくても大丈夫そうっすね。実践に。はい。同時、ユニゾン、ホールド、ダブルと。うん。うい。こういうのごっちゃりしてくるとな、難しいよな。うん、よくできてんな。フィーバー。はい。フィーバーリング。これ大事。うん。フィーバー中にしか見られないです。うん。ダメージ補正なし。ありがたい。ノリノリゲージ。あ、これがマックスになったらクリアか。うん。減少が多分一気に減るようなミスだと。うん。うん、了解っす。カスタマイズ、うん、あー、サポート、あー、そういうのもあるんだ。はいはい。ほんと勝手に溜まってって。ゲージが自動で増える。実践3。あ、復習。うい。懐かしいな。 4D 結構やってたかんな。4D はでもあれっすね、綺麗だな本当に画面は。4D やってた時やっぱビータだったからっていうのもあるんだろうけど、まあセットで買ったんですけど、あの 4D のプレステ4版がついてくるコード付きのやつ買ったんですけど、ちょっとやったけどすげえぬるぬるだったっすね。あれもいいね。買ってよかった。基本的にこの喋りながらやるとなかなか。難しいっすよね。集中してやってやっぱどうしても。無口になってしまうんで、音で喋りながらできるとほんとすげえよな。集中しきれないよな。最後まで。うん。
長いな結構。っていうか最後までか。OK。こんな感じで良いのかな。お、終わった。まあ、みつる様。というわけでですね、今回のあの動画の趣旨なんですけれども、ストーリーモードがないみたいで、でですね、この、これが前回のフリースタイルだったっけ、うん、あの、踊るやつで、で、このコミュというのが、さっきあの説明にあった通り、メンバーとね、あの、ちょっと友情を育んでいくシステムっていうか、まあ、そういうやつらしいです。うん、で、仲良くなったらあれなのかな、衣装とか曲とか出んのかな、うん、まだよくわかんないんですけれども、今回はとりあえずこのコミュをやっていくのとですね、曲をとりあえずまあ、ハードをブリリアント以上でちょっと全曲クリアしようかなっていうのをやっていこうと思います。自分のね、腕が結構問われるんで。まあハードならギリいけっかなと。多分ですね、最悪できなそうだったら、あの声だけ後でちょっとつける形になってしまうかもしれないですけど、喋りながらやるの本当あれなんだよな、うん、見ながらやりたいしな、画面、うん、集中しちゃうとどうもね、せっかくの画面があんまり見れないんで、うん、いやー、それでですね、まあちょっとね、先になってしまうかもしれないですけど、DLC でなんとね、新垣慎二郎が来ると確定しまして、僕はとりあえずもうその瞬間にもうこれを絶対にやらないといけないと思います。新垣さんの声もあるよな、あってくれマジで、うん、超欲しいんですけど、うん、みんなあと俺の周りの人言ってて、あと俺も思ったんですけど、やっぱ願わくばちょっとハムコちゃん欲しいっすね、うん、アトラさんその辺はよろしくお願いしますということで、まあとりあえず今回はこのオープニングと、チュートリアルで終わりたいと思います。ですね、同時に、5の方もちょっと撮っていこうと思いますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。今回は来たろうな本当になすいません、今回はじゃあこの辺で終わりたいと思います。よろしくお願いします。お疲れ様でした。